はい、どうも皆さん、こんにちは。シャオリンゴと言います。で、プリートまた続きやってみましょう。とりあえず遠征に行こうか。ちょっと待って、セーブしといた方がいいよね。セーブした。オッケー。じゃあ行きます。遠征メニュー。チャプター1、クラスウォリアー。うん。前こんな画面あったっけ？まあ、とりあえず行こう。Y 押すと何これ？あ、今やってるマップ？決定ってなんだ？で、スタートすると、ん？一回全部なくなってんな。まあ、なんでしょうかね。繰り返しながら、やっぱり結構ループさせた方がいいのかな。ちょっとね、中央にはなんか重要なの来たいから端っこから置いていこうか。まあ、この前もろもろ伝えたマップとか、そういうのなくなってるっぽいんで、で、ちょっと今日速度上げるか。3ぐらいにしてもいいかな。これ停止か。大きく。あ、ごめん、ちょっと待って。どんなものでも精査性能力。まあ、いいや。どうしても倒せない厄介なやつとか出た時に使えばいいのかな。岩ですね。これね、山が来るととても助かるので、そうだな、置き方としてはどう？とりあえずここに置いて、真ん中開けるような置き方にしとけばいいかな。ちょっと今日はなんか命の危険とかあんま感じない限りは繰り返してみようかなと思うんですけど、装備がいっぱい。リング2つあるときとか悩むよな。ピアダメージ。あ、岩がたくさん。これなんだっけ？あ、宝物庫だ。宝物庫は、ここに置いといて、まあ、後々、当たり障りないマップが手に入った時にちょっとやります。戦場。うん。血と刃の匂いがする。エネミーが倒されたらゴーストになることがある。ここら辺に。ウルフが出るんだって。よいしょ。とりあえず倒しまして、まあ、ソードは無難に。これなくすこともあるのかな？バックラーでしょ？よし。灯台。移動速度が上がるのか。マップに影響できる場所に置きたいよね。ここが結構良さげか。ライフは回復した。続けてみましょうか。まあ気にすることも特にないかなと思います。お、山だ。うん、配置系のカードみたいなのかな。山でここで。いただいたか。まあいいや、ちょっとつけますね。あっと、ごめんなさい。マップカード配置しようと思って操作ミスった。いきまーす。宝物庫開けてっか。岩を山の近くに。
これなんだ、ヴァンパイアだ。またか。OK。次の週ぐらい回復した後ぐらいに会いに行くか。ランタン。最大数が少なくなる。今ガンガン戦いたいなと思ってるから。いいや。山。山だ。他はですね、スケルトンか。じゃあ、ここら辺に。まあ、ここら辺までの展開は前回と結構似てるかなとは思うんですよね。アーマーつけようと。これ捨てたりできるのかな？あ、ごめん。あ、退却はこういった場所でできるんだ。へえ。そっか。失われるものもあるのか。だから場所はまあ考えようねって感じなのかね。ああまあ。そんな上がるもんないんでこのまま行きます。まあ会える人がいないですね、今日は。山を。ライフ回復した。続けます。と、ここで、まあダメージを抑えられてるから戦いますが、そこまでダメージ効率いいわけじゃないな。結構強いね。もらったもの。スパイダー出現させるか。いいわ。おお、すげえ。あ、なんかできた。すげえ。なんだこれ。山頂だ。すごいな。コンボだね。東大。全員1トン攻撃速度。どこがいいかな。あんま有効っぽい場所がそんなに考えつかないんだけど、どうだろう。ここに置いちゃおう。よいしょ。もう少し押せ。今回ヴァンパイア特に説明なくですけど、ダメージは受けてんな。倒した。おー、ちょっと待って、まだ来るのか。マジか。ちょっとこれ危なくない？ これ危なさを感じたらそろそろ退却を考えた方がいいのかな。まあ、ループヒーローですからね。変なとこに置かない方がいいよな。ちょっとご近所さんヴァンパイアということで置いてみたんですけど。あ、ここでもくれるはくれるんだ。へえ。リング、歩きますか。スライムごときであれば問題ないんですけど。これなんだ、ゴブリンのキャンプ。へえ。山、岩、10体ごとにこのカードが出現。強えな。ちょっと岩置きます。
あ、なんかすごい鋭いゴブリンですね。俺たちは自分自身を思い出したんだ。さあ何もかもよこせ。まずはこの世界を元通りにする手助けをしてくれ。その後は何をやってもいいからさ。戦いかな？ちょっと、若干やばいんだよね。頑張って。倒せるかな？なんとかなると思うけど、ライフが低いやん。あのゴブリンどもが自分たちの力で攻撃したの、変な感じだな。おそらく厄災の影響はここまで悪くなく、世界が自分の力で元に戻ろうとしているのかも。ちょっと待ってね。さすがに先の2人戦うのきつく。あ、なにこれ。すごいな。フル解放された。山を行って。で、忘却さ。した。お、ちょっと待って、なんだ、なんだ、ハーピーか。やば。ごめん、ちょっとわからないんで、消しまして。あー、しまった、スケルトンが。大丈夫かな。あ、やばい。ちょっと待って、これやばいやばいやばい。あー、よかった。じゃあ、とりあえずここまで戻ってきたんで、帰りましょう。これが今の限界？やっぱり。なんか言った。あなたは戻ってくれて、私たちはあなたはまだ覚えている。信じられないわ、と。でも、うまくいったとは言えない。前の世界の記憶が失われていた。道には全く、また何もなく、どこを見ても暗闇だった。忘れたものがあるということを覚えているのね、と。迫真めいたセリフだな。わかんない。頭痛くなってくる。うん。もっといい話をしましょう。この周辺を片付けることができたわ、と。次の段階に進む頃はいね、と。うん。そうですね。まあ、僕もさっき戻ってきた時にちょっと建設とかもしてたんですけど。一緒に、やっぱりこれプラス押すと、まあセーブは挟むから安全チャンスがないけど、ここに移るんですけど、これでマイナスとプラスがおかしくなってんじゃないかな。普通マイナス押したらメニュー開いて、プラス押したらこっち。いや、逆でもいいんだけど、多分一つのボタンにこのカーソル機能、移動を割り当てることはないよなぁと思うんですけど、建設しますか。あ、意外とここら辺作れない。うん。まあ、しゃあなし。評価できるんだ 何も作れないな、意外と。ん？ちょっと待って。R って何？評価できんなぁ。意外と評価できんなぁ。アイテムは持って帰ってきたって感じなのかな、これ。うん。時計。まだ一度も死んでない。すごい。うん。まあ、とりあえず持ってこれたから、一回また行きますか。Y って、お、あい、これ。ん？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 デッキ、あ、デッキなんだ、これ。ええー？これデッキ 1？ あと、例えばランタンいらないよとか、ヴァンパイアもうありましたとかだったら、これオフにしていいのか？最低枚数7枚。これ下げると、ああ、違う、そっか。どれかを選ばなければいけないのか。デッキ構築を教えてほしい気もしますが、まあいいや。まあこれだと決定が押せないんで。山がスッと出てくんな。お客が欲しい。灯台よくわかんない。とりあえずこれで行ってみる。遠征メニューね。X は何これ。ん？ちょっとこれで、マップが若干変わっている。速度限界まで上げてみるか。あ、でもこれ足の速度だからまあいいか、これで。これが？ロードの隣にある森のそばに置ける。
残念ながらないですね。ん？ HP が 15% より少ないエネミーを飲み込む。怖いな。シールドでしょ？モンスターというか、スライムが多いですね、今日は。ちょっと来ますね。スケルトンかなり強いなぁと思って怖いんですけど、とりあえずここら辺に置いといて、と岩装置は適当にここら辺に。今日もなんか、しなみに遊んでんな。15分くらい遊んでるか。ちなみにセーブはできるよね、ここでも。あ、オッケー。とりあえず、1、2周してみるか。今日のプレイ時間として。戦場。ラッドウィフは隣のタイルに移動できる。結構めんどくさいんだよね。あ、ごめん、あんま装備しなかったな。戦闘中でもできるんだ。山を引いた。あ、ごめん、ここじゃなかった。気持ち的にちょっと間違えた。一周した。もう一周ぐらいしてみるか。まあなんか、今回は前とあまり変わり映えのない日々を送っちゃってるなぁと思うんですけど、これをどうにかできたりするもんなのかな。これなんだ、アーマー。山はすかさず。めちゃくちゃもらったので普通に使っておきましょうか。おお。忘却来ましたね。最後ら辺に置いちゃったスケルトンだけちょっとめんどくさそうな気が。山。ハーピーが出てんな。置いていきましょうか。よいしょ。同時に攻撃入ってんな。シールは下がっちゃう。リング。
同時に倒せると楽しいなと思うんですけど。前の試合、前のループか、前のループでちょっときつかったヴァンパイア、あえて置かないというか、出てこないような設定にしてるんで、それで多少違うのかなとか思いながら。よーし。カウンター下がれば、面白いからつけてみよう。とりあえず、まあ、拠点ですよね。よし、一回終わっとっか。まあ、なんだ。一応この先のマップにもいろいろ出てはいるんですけど。うん。しかしね、こうやって見ると、マップのキャラクターがちょっと昔の、すごくね、簡素なゲームみたいな感じでいいですよね。カセットビジョンの予作でいいのか、こういうあたりのグラフィックは。ファミコン以前のゲームのね、グラフィックみたいで可愛いなと思うんですけれども。じゃあ、一旦終わりますが。これは？ん？あ、持ってるものか。まあやっぱ繰り返していくことで、当然ですが変化とか持ち帰れるものとかが絶対変わってくるはずなので、まあループを勝ち抜くぞってわけじゃないんですけれども、まあそのあたりですね、ちゃんと繰り返しやっていく中で得ていくものが重なっていくと、まあ世界に変化起こっていくのかなと思います。じゃあセーブして今日終わりますか。セーブ完了。これって、速攻、オプションメニュー。あ、そう。あとね、ちょっと、こういうコモットもできるんですよね。人の移動変更。へぇ。サウンドね。トロフィー。セーブショット選択。で、セーブはしたよね。オッケー。じゃあ、終わります。まあ、もうちょっとやってみてもいいかなと思うんですけど、まあ、このゲーム多分ね、まあ、実況で、パートを分けてやるっていうのはなかなか難しいゲームだと思うんで、まあ、やるんだったら生放送とかで、ひたすら流しながら数時間遊んでみたりとかはきっとスタイル的には合ってると思うんですが、まあ、もうちょっとね、謎も深まりばかりですから、ちょっと出していきたいかなと思ってるんですけど、とりあえず今日は終わりで、もし、まあ、気になってる人いたら、そんなに高くない1500円ぐらいかな、期待された作品ではあったと思うので、まあ、時間かけてやるときっと、ハマる人はハマるんじゃないかなと思っておりますが、まずはよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。